はい、どうも、ザ・サイアンです。本日のニュースを続いていきましょう。4月23日、昨日の昼帯で八代弁護士が元慰安婦の訴訟を、韓国地裁で却下された問題を取り上げて、さすが国際弁護士の名に恥じない視点でバッサリと切っておりましたので、さらにはですね、米韓外交の裏読みをしてまして、その話がね、僕的には結構ツボだったので、それを皆さんにお伝えしようと思います。僕の喋りを聞いて目のつけところいいねと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますと、それでは早速ね、記事の方から参りましょうか。スポニチアネックスより見出しがですね、八代秀樹氏、韓国ソウル中央地裁の元慰安婦訴え却下に国際法の常識に一歩近づいたということで、それでは早速本文の方読んでいきましょう。弁護士の八代秀樹氏が22日コメンテーターを務めている TBS 昼帯に出演。韓国のソウル中央地裁は21日、旧日本軍の元従軍慰安婦の女性や遺族ら計20人が日本政府に損害賠償を求めた訴訟で訴えを却下する門前払いの判決を下したことに言及した。なるほど。ただし、ここでの言葉というのは、門前払いという言葉よりも、ゴールポストは動かさないというね、この言葉の方が適切だと思いますけれどもね。で、主権国家は外国の裁判で被告にならないという国際法上の主権免除の原則を適用するかどうかが最大の焦点で、地裁は日本政府を相手に韓国の裁判権は及ばないと判断。原則を適用せずに裁判を行えば、日本との衝突が予想されると懸念を示し、国益への懸念や外交優先にも踏み込んだ。ここはちょっとね、僕と見解が違うんですけれども、それはまたね、後ほどということで、記事を続けます。ソウル地裁では1月の同種の訴訟判決で、別の裁判官が慰安婦動員は反人道的犯罪行為であり、主権免除は適用できないと判断。韓国に裁判権があるとして日本政府に賠償を命令しており、正反対の結論となった。八代弁護士は、今回の判決は国際法の常識に一歩近づいたのかなと。前回の1月の判決は完全に国際法の常識から言うと非常識な判決。今まで韓国の司法ではこういった非常識がまかり通っていたと指摘し、ようやく当然のことが韓国の司法でも行われ始めたのかなという印象ですと、自身の見解を述べました。おしまい。はい、国際弁護士でもある八代弁護士のおっしゃる通りでありますけれども、韓国であったですね、1月の慰安婦裁判はですね、主権免除を完全に無視した判決になっておりまして、日韓合意があるとかないとか、それとはね、完全に別次元の話だったんですよね。日本の裁判所が韓国という国に対してですね、国に対して、何かしかをね、違法だとね、それを裁けないのと一緒でして、韓国の裁判所が日本という国に対してね、裁くということはね、ありえないわけですよ。これがまかり通ってしまうと、もう国際社会は収拾つかなくなっちゃいますから、めちゃくちゃになっちゃいますから、例えばですね、誰かがあの国を気に入らない、だから裁判しようということになればですね、そんな理由だけで裁判が成立してしまいますよ。例えば、サセアンが中国でね、不当に拘束されたと、僕のイメージダウンにつながったので、損害賠償を請求するなんてこともね、簡単にできちゃいます。だから、八代弁護士が今回の判決に対して、国際習慣に基づくもの、国際法の常識に一歩近づいたという見解は、至極真っ当な話だと思います。でですね、この昼帯、ささやも見てたんですけどもね、見てたというか、まあ後でね、録画したものを見たんですけども、いくつか気になる点がありまして、まあ、気になるっていうほどでもないのかもしれませんけどもね、ちょっと引っかかった点がね、3つほどございましたんで、それをお話ししようかと思います。まず1つ目にですね、元慰安婦がお金をすでにもらっていたという事実です。今回の裁判で、原告側にはですね、元慰安婦と言ってる人たちが16人、名を連ねておりますが、この16人中、実はですね、9名が、例の和解癒し財団から現金をすでに受け取っているという事実が判明しました。もうちょっとね、これ面白くないですか？いや、面白いと言っちゃね、ちょっとあれなんですけども、和解癒し財団というそういう組織からお金を受け取っていなくてもですね、まあ、それはね、和解癒し財団というのは、ね、玉虫の解決方法だから、それは気にかないということで、もっと直接的にね、日本に賠償請求をしたいと、そういうことであれば、まあ、理屈としてはですね、わからんでもないんですよ。理屈としてはね。でも、その理屈にあった人物というのはですね、16人中の、ね、7人しかいなかったと、残りの9人は、実はもう和解癒し財団からお金をいただいていたんですよと。お金もらってるのに損害賠償っておかしいじゃないですかと、だからこれもしかするとですね、お金を受け取っていた9人はバレなきゃ大丈夫ということで、もらっていない体にして損害賠償の二重取りでも画策していた可能性があると、そういうことなんですよ。いやー、全くもってわけわかめな話ですよね。そして2つ目、日本政府の見解です。加藤官房長官はですね、
今回の判決が主権免除についての日本政府の立場を踏まえたものであるとするならば適切なものと考えておりますと述べまして、さらにですね、茂木外務大臣もほぼ同じ内容で、主権免除についての日本政府の立場を踏まえたものであるとするならば適切なものだと考えている、韓国が国家として国際法違反を是正すべきであると述べています。で、僕が引っかかった点はですね、この2人の言い回しの部分ですよね。日本政府の立場を踏まえたものであるとするならば、この辺なんか匂いませんか？ものすごく意味深な発言に聞こえちゃいますよね。日本政府の立場を踏まえたものであるとするならばってことは、日本政府の立場を慰めないけれども、元慰安婦の訴えを却下した、そんな別なストーリーがもしかしたら存在するのではなかろうかと。もしそれが存在するのであれば、じゃあどこの立場を踏まえたのか、何を忖度したのかということになりますけれども、その答えがですね、3つ目になりますけれども、中村美恵子氏の見解になります。このね、ひるおびに出ていた、一緒に出ていたね、中村美恵子さんはワシントン通の人なんですけども、この人によればムンジェイン政権はバイデン大統領に忖度したのではないかという見解をこのね、ひるおびの中で示しておられました。それはなぜかと言いますと、1月18日にムンジェイン大統領がコメントを出しておりまして、1月8日に発表された慰安婦訴訟ね、一番最初の方のね、慰安婦訴訟の裁判結果、これに正直困惑していると、そして日韓合意は今も継続していると、このようにですね、1月18日に述べています。で、この1月18日という日付が問題でしてね、これどんな日だったのかというと、これはね、バイデン氏が正式に大統領に就任する2日前ですよ。あれ1月20日にですね、正式に就任してるんで、その2日前にムンジェインさんがね、あの通りのコメントを出したと。つまりこの頃にはですね、すでに韓国政府も次期アメリカ大統領はバイデン氏で確定と、そういうタイミングで、コメントをしたということなんですよね。それではなぜバイデン大統領になるとムンジェインは慰安婦問題で米国の立場を踏まえて米国に忖度しなければいけなくなるのかと。それはですね、オバマが裏書きしたと言われているあの日韓合意、あれをですね、その裏方で非常に苦労してまとめたのが実は当時のバイデン副大統領だったと。とまあね、こんな趣旨のことをですね、中村さんは述べておられました。なるほど、確かに人権派としてうるさいバイデン氏が日韓合意を知らないはずがありませんし、それこそ日韓合意の検証作業をやれと命じた張本人のムン・ジェイン大統領であれば、バイデン氏がどこまでこの日韓合意に関与しているのか、絡んでいるのかというのは当然ね、分かっているはずですよね。そういった点から見れば、日韓合意をないがしろにするような韓国政府の考え、あるいは韓国の司法をそのままにしておくのはさすがにね、米韓外交の負担になると思って、ちょっとね、軌道修正を図ったのではなかろうかっていう感じでしょうね。で、これらを統合的に考えていきますとね、先ほどのですね、加藤官房長官のコメント、日本政府の立場を踏まえたものであるとするならば、この意味深な部分が紐解けるというか、今やってる慰安婦訴訟の軌道修正っていうのは、日韓合意をよく知っているバイデン当時のね、副大統領が今ね、大統領になったことで嘘も方便が使えなくなってしまったっていう部分じゃないでしょうかね。で、最後にですね、もう一回八代弁護士の話に戻したいんですけども、八代弁護士は昼帯の中で、ムン・ジェイン大統領は支持率が下がっている中で北朝鮮問題を解決することで支持率を上げたいとは思っているんだけども、これについて習近平の中国に頼んでもどうにもならず、直接やってもですね、交渉できず、政権が変わったばかりのバイデン大統領にそれを託そうとしているのではなかろうかというような趣旨の話をしていましたが、なるほどねと、さすが国際弁護士、敬願ですねと。どのみちトランプ政権が継続していれば北朝鮮問題は、ね、進展なかっただろうし、中国に行ったところで、その前に韓国は三府一元をやれと、ね、そんな風に言って動いてくれなさそうだし、日本とはいろいろ火種を抱えていて共同歩調などありえませんし、変わったばかりのバイデン政権ならばワンチャンありということで、5月に米韓首脳会談をやるのではなんていう、そういう噂が今立っておりますけれども、ムン・ジェイン大統領は変わったばかりのバイデン大統領に北朝鮮問題をぶっ込んでくるのではっていうのはね、もうこれは想像の範囲内というか、これがメインでしょうね。あとはまあコロナワクチンの確保だとかね、ファイザーとかをね、電話かけしてみたいなね、菅さんがやった通りね、まあ多分この2つでしょうね。まあ韓国側の交渉はですよ、日本にとっては何の進展にもならなそうですけどもね、まあ物見湯さん的にですね、お手並み拝見といきましょう。とにかくですね、日本政府の意味深な言い回しを見ても分かる通り、これは日韓融和路線の象徴ではなくてですね、左寄りメディアはすぐにそんな論調で書き
きたがるので注意しなくちゃいけなくて、極端に言ってしまえばこれは米韓外交の副次効果でしかないと思うので、詰まるところ米韓外交が行き詰まってしまえばまた日韓合意の再々検証とか言い出してね、同じことを繰り返すと思いますので、特に日韓議連の皆さんはあちらさんの出汁に浸かれないよう注意してください。さて今日も話が長くなりましたので、これくらいにして最後はほっこり謎かけで締めたいと思います。バイデンのファーストネームとかけまして、米韓外交と解きます。その心は徐々に改善するなんてね、っていうかですね、マジでムンジェインはどうなってんでしょうかね。クワッドだろうなんだろうとね、中国包囲網をやりつつある米国に自ら近づいていって、北朝鮮問題をと頼んだところでミスタームーンショーザーフラッグとかってね言われてしまいそうですけどもねということで本日も面白かったためになったという方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。笹谷でした。